愛知三河農業共同組合は愛知県岡崎市、ぬかた郡高田町を管轄に持つ農業共同組合である。本店は岡崎市にある。1999年4月、岡崎市とぬかた町と高田町の JA が合併して設立。旧ぬかた町を除いた岡崎市域には1961年まで19の農協があった。 しかし、農業生産の拡大に伴って、格納協の効率化を図る必要が生じ、同年に制定された、農業協同組合合併助成法などにより、格納協は合併を行った。まず、1962年に美号男川、流国、元塾、河合の格納協が合併して、東部農協となり、ついで1963年に北中部の岩津、常磐 大樹寺、龍城、東部が青い農協となった。さらに、1964年に、矢作、本郷、長瀬が矢作農協に、1966年に六南、六中、六北が結び農協に統合した。1971年、福岡農協が結び農協へ、中部、南農協が青い農協へ吸収され、岡崎市に4農協体制ができた。 1990年、東部、青井、矢作、むつ農協が合併し、岡崎市農協となった。1999年4月1日には、岡崎市農協と、高田町、ぬかた町のぬかた郡2町の農協が合併し、現在の愛知三河農業共同組合が誕生した。2006年4月から、岡崎実有館と、ふれあいドーム岡崎の両農産物直売所の、 管理運営に当たっている。また、2012年12月9日に開け駅した、道の駅藤川塾の管理運営を、一般社団法人岡崎パブリックサービスと共同で行っている。2011年から金融庁検査が本格したことに、伴い参観部の小さな視点でも、管理職を複数置く規定が設けられ、2019年3月末までに、 宮崎支店、岩津支店をクレーン店、形屋支店下山店を閉鎖することを決定した。JA 愛知三河は、組合員向けの説明会で、増員をしてまでの支店継続は、難しいと述べた。いずれも ATM は、残すが無人化する。その代わりとして2018年10月から、参観部で、食品の移動販売者や、金融業務を扱う金融移動店舗を導入する。 予定という、中部視点、ありがとうございます。